M7 は、サソリ座にある、三階星団。古くから知られており、プトレマイオスの記述も残ることから、トレミー星団とも呼ばれる。M7 は明るく、肉眼でも見える三階星団の一つである。太陽系から約800光年の距離に位置し、18から20光年ほどの範囲20等級より明るい星が約80個ある。には、 暗黒星雲のバーナード287があり、双眼鏡で見ることができる。天の川の中で最も星が密集した中のさらに、星が密集した部分とも見ることができる。肉眼では、星雲状に見えるが、目の良い人はいくつかの星を分離できる。むしろ半月程度の明るさがある条件の方が、肉眼で分離できるという人もいる。双眼鏡では、M6 と同視野で見ることができる。 望遠鏡では倍率を上げすぎると星団がはみ出してしまう。M6 との対比では、M6 の周囲は暗く、青白い星が多いが、M7 の周囲は明るく、黄色に見える。また、M6 よりも密集しているように見える。M7 は最も南に位置するメシエ天体である。130年頃、トレミーはサソリの針に続く星雲と記述している。 17世紀にイタリアの天文学者、ジョバンニ・バッティスタ・オディエルナは1654年以前に、この星団を観測し、30個の星を数えた。ラカーユは、希望峰から M7 を観測し、正方形の中に集まった15ないし20の星の群れ、と書き残している。ジョン・ハーシェルは1864年の彼のカタログに、とても明るく、非常に星数が多く、 集まりの緩い、7等から12等の星々と記録した。ありがとうございます。